現在、夏の交通安全県民運動のキャンペーン期間中です。今日は朝の通勤時間帯に合わせて、警察が福岡市博多区で自転車などの指導取り締まりを行いました。今日行われた取り締まりでは、交通量が多い市道で自転車などの一方通行違反を取り締まるとともに、交通ルールの遵守を呼びかけました。博多区4丁目の取り締まりエリアでは、一方通行を逆走したとして2人が摘発され、右側通行などの理由で7人に自転車指導警告カードが渡されました。自転車も車両でありますので、信号を守る、標識を守る、それから道路の左側を走るということをしっかり守っていただきたいと思います。警察によりますと、県内の自転車による交通事故件数は減少傾向にあるものの、依然として高い水準ということで注意を呼びかけます。